甲不動は、滋賀県大津市の御城寺に秘仏として伝わる、全身が黄色の不動明王立像の仏画である。平安時代初期の9世紀の作で、国宝に指定されている。炎鎮が監督した像を描いたものとされる。三不動の一であり、別名、金色不動明王。公開されていない。京都、満州院等に伝わる多くの模写像は、 岩倉城に立つが、本像はエンチンが実際に監督した、才の様を表現しているため、国空城に立つ姿を本心いっぱいに描いている。また、背景も、国空の情景を表すため、何も描かれていない。不動明王を単独で描いた仏画としては、現存最古の遺品である。天台修士門破最高の弦正とされる、伝望勘定の呪者しか廃することが許されない、秘仏とされる。 印刷物などへの掲載も厳しく制限されている。円鎮は、比叡山や都道場でこの寄付堂に、再三監督し、身の危険を救われたとされると、主事の伝承に伝わるが、その根幹になったのは、円鎮が没して11年後の演技2年、文章博士、三好清幸が先日した、天台宗演略時座円鎮を正伝にある一文である。上は年冬の昼。 石岩で座禅をしていた、エンチンの目の前に忽然と金人が現れ、自分の姿を描いて年頃に起用するよう進めた。エンチンが何者かと問うと、自分は金色不動明王で、お尚を愛するがゆえに常にその身を守っていると答えた。その姿は海域明移行史上で手に刀剣を取り、足は虚空を踏んでいた。エンチンは、この体験が印象に残ったので、 その姿を画校に命じて映させたという。この伝承通り、上は5年頃の制作と見られていたが、同じ図用は空海が将来した図像にすでに見られ、細部は延鎮将来本の中で初めて見られることから、延鎮が貴重した後描かれたとする説が有力である。本像はその生成や神秘性から、後世しばしば模索された。現在、絵画作品がおよそ20件。 彫刻は6件ほど知られている。ありがとうございます。